大天使、ミカエル大天使は、アブラハムの宗教の神話に登場する、天使の階級の一つ。ギリシア語で、死者の長、卓越した死者を意味し、以下に述べるように大きく分けて二通りの意味があるが、両者はしばしば混用される。英名は、アークエンジェル。ユダヤ教の聖典である、棚派には、天使が登場するが、明確に、大天使を表す語句は出てこない。だが、 その天使のうちの何体かは、ラビユダや教においてその役割や性格が強調、発展され、天使の中でも、真意を体現する偉大な天使という意味で大天使と、呼ばれるようになった。しかし、厳密な意解が定義されているわけではなく、例えば神の御前の特別な居場所を持つ天使は、大抵は大天使と解釈され、数も文献によって4人、6人、7人と、一定していない。 ゾロアスター教のアムシャスプンタやユダヤ教、キリスト教の四大天使と七大天使、イスラム教の四大天使は、この伝統を受け継いでいる。一方、ラビ教学の発展とカッパーラーの流行により、中世初期には、ベン・マイモンとニセリオニシウスがそれぞれに、天使の異界を定めた。前者は、ユダヤ教に浸透した教説だが、異界としての大天使は、定義されていない。 後者は後に、キリスト教社会に広く浸透した教説で、大天使は、天使級異界の八位にあたる異界として、取り入れられている。この意味での大天使は二枚の翼を持ち、女債のような姿をして、神と人間を結ぶ連絡係を務める一方で、天使軍の兵士として、槍を持ち軍を成して、地獄との戦いの任につく。ミカエル、ガブリエル、ラファエルの三大天使、さらに、 ウリエルを含めた4大天使、あるいは7大天使が登場する。ヘブライ語の大天使は、基本的にはミカエルのみを指している。多くのキリスト教教派では、ダニエル書において、天使の長と言及され、ヨハネの目視録で天使の軍を率いるミカエルと、ダニエル書で、預言者ダニエルが見た原子を説明し、新約聖書で、洗礼者、ヨハネの誕生をオザカリアに、 イエス・キリストの受体をマリアに知らせた、ガブリエルの二大天使に数形が広く集まっている。それらに、飛び時に登場するラファエルを加えた三大天使、さらに外天に登場するウリエルを合わせた四大天使、その上に三体の天使を足した七大天使に言及されることもあるが、これらは教派により、聖書聖典の扱いが違うため、大きく異なっている。また、 多くの教派でミカエルを筆頭とした大天使らの祝祭日が設けられている。イスラム教のコーランの中では、典型の天使ジブリールと戦士の天使ミリカールの名前が出てくる。特にジブリールは神の知恵と啓示を管理し、預言者ムハンマドにコーランを口頭で伝えた天使として突出した存在である。さらにハディースに登場し最後の審判のラッパを吹くイスラーフィールと、 コーランには死の天使の名で登場するアズラーイールを含めて4大天使と称される。アラビア語の大天使は基本的にはミリカーイールを指す。ありがとうございます。